今日はどんな世界だった？なんかね、頭が牛で体が人間の人が真っ白なシーツを頭からかぶってて、でもシーツは真っ赤に染まってて、なんでそう思うのかわかんないけど絶対に血なの。その人は電車の真ん中に座ってて、大事そうにずっと家を持ってる。家は誰が写ってるのか私には見えないし、電車が停車してもその人はずっと降りようとしない。不思議だね。何だったんだろう。バッティングセンター行きたいな。もう飽きたのかと思ってた。タイミングがなかったから。やっぱり冬にはここ出てくね。ユージは？テル？まだ決めてない。すいません。変わりましょうか。変わる？あ、場所。あ、大丈夫です。もうちょっと頑張ってください。はい。僕、手悪くて、それでちょっと箱が扱いづらくて。痛そうですね。僕、居酒屋やってたんですけど、あ、ほら、この間ウグイス内で火事あったでしょ。あれで全部燃えちゃったんすよ。え、店が全部ですか？あ、もう綺麗に全焼ですわ。あ、洗剤いらず無限洗濯ボールって書いてますけど。え？いや、ねえ、これね、足の爪切んのってさ、生きてく中で一番めんどくさい作業じゃない？そんなことないでしょう。絶対そう。どっか行くの？うん、飲みに。そう。今日はどんな仕事だった？箱組み立てて、箱組み立てて、箱組み立てる仕事。箱職人じゃん。違うよ。
もしもし。うん、もう出るよ。ああ、分かった。じゃあ先入ってて。うん。じゃあ後で。すごいっすね。ほとんど知らないっすわ。最近どうですか？どうって？どうってじゃなくて、芝居やってます？やってない。やめるんですか？須藤は調子良さそうじゃん。 CM 見たよ。全然ですよ。いい番手ででかい映画決まったと思ったらつまんない役だったりとか、あとはドラマとか、そんなんばっかりですよ。すごいじゃん。いや、すごくないっすよ、ほんと。なら何か一個ちょうだい。嫌です。いや、ユージさんならすぐっすよ。いいよ。ロンググッドバイ知ってますか？それをユージ君とやりたいなって、ちょっとアレンジして。お前に俺とやるメリットあんの？メリットだから今さらあんのかなって。ユージ君、僕はあなたの芝居が好きだ。いいよ。ユージ君みたいな人は続けなきゃダメ。いや、俺才能ないからとか前言ってましたけど、だったら僕はどうなるんですか？だから才能あるんじゃない？芝居する以外やることありますか？いや、あるなら。いや、はい。あとどんくらいあんの？あと1回で終わります。ユージ、ただお前何してんねん。箱職人は最近はどうしたの？みんなそれ聞くよね。そりゃ聞くだろ。あいつ続けてんの俺。うちが取引先とかお前の会社大丈夫か？今日はたまたま飛び込みだわ。お前の心配なんかいらねえよ。話すり替えんなって。あいつ続けてんだろ。うん、それだけで食ってくってのは難しいのか？うん、やっぱ厳しい世界なんだな。なんかやるときは呼んでくれよ。見に行くからさ。そのうち。この間の同窓会なんで来なかったんだよ。佐々木も来たぞ。え？佐々木来たの？相変わらずだった。会いたかったな。ユージ今どこ住んでんの？新百合ヶ丘。駅から15分。すみませんか。小田急線な。まだこっちにいたなら言えよ。ただもな。一人暮らし？いや、同棲っていうか二人暮らし。あ？
別れたけど一緒に住んでる。え、なんで。普通別れたらどっちか出るだろう。出てくって冬に。なんで別れたの。さあ、俺がこんなんだからじゃない。あれだ、そういう時遊べ。遊ぶ。うん、俺が付き合ってやっから。もちろん嫁には内緒だな。なんでだ。お前の嫁さんそんな知らんし。いいか、寂しい時は無理してでも女と遊べ。セフレでも作りゃそのうち寂しさも消えてくるし、また次のいい女も見つかるから、一旦セフレ遊べな。ただの言うセフレってさ、セックスフレンドって意味として俺に言ってる。え、それがある。別に誰かとセックスして埋めたいわけじゃないし、誰かで寂しさ紛らわせようとか考える気もしない。あとセフレって汚い言葉は俺に使ってほしくない。なんだよ、いきなり怒んなよ。まだ好きなんだその人のこと。だったら何。お前のことだからまだ言ってないんだよそれ。さあちゃんと伝えろよ。そのうち伝えようと思ってる。そのうちやるとか、そのうち伝えるだとか、そのうち結婚するだとか、そのうちそのうちってのはみんなよく言うけどさ、ただ背けてるだけだと思うわ俺。俺とその人の関係とかどんな人だとか何にも知らないのに俺が逃げてるって言いたいの。お前とその人のことだけを言ってんじゃないよ俺は。じゃあ何が言いたいの。お前の今の生活とやりたいことができてない現実が数年ぶりにあってね、数時間で俺が感じてるってことが問題じゃないか。タダには何にも一切関係ない。すいません。どうした。おっ、やっぱ驚いてた。どうした。逆に動くだろうね、これ。黙って。逆に。すいません。おー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 、やめろ。おーおーおー、俺嫁になんて説明したらいいんだよ。お前意外と強いんだな。ボクシング始めた。はぁ、今さら。負けたくないから。何にだよ、いい大人が。だから負けたくない。お前似てきたな、あいつに。そう、あれから会ってないの。会ったよ、一回だけ。そっか。もう一回行くか。いや、俺はいいや。じゃあ、行くか。
ただいま。帰り。飲んでた。ゆかどうしたの？ちょっといろいろあって。そうでしょ。喧嘩したの？まさか本当にボクシングが役に立つと思わなかった。何言ってんの？何してたの？高校の同級生のタダってやつと飲んでた。そこにいた全然知らないやつと喧嘩になった。ダメだよもう。ダサい大人なんだから。うん、でもタダと話してて思い出しちゃって。何？同級生に佐々木ってやつがいてさ、そいつがさいや本当にアホでさ、高3になってもどこでも服脱いじゃうの。全裸だよ。女子がいても街でもどこでも佐々木ってやつさ、こうやってこうやって全裸で踊り狂うやつなんだよ。やばいやつじゃん。やばいやつなんだよ佐々木コール。20代後半になって急にボクシング始めて他人と喧嘩するやつよりやばい。佐々木の方が全然やばい会ってないの？会ったよ。卒業してから1回だけ。5年くらい前だったかな。もう会わないの？どうだろう。でも仲良しだったんだね。なんで？気づいてないかもしれないけど、そんな嬉しそうに話す姿久々に見たよ。そう？そう。そら遅いな。たまんねえよなこの顔。こんな男になりてえ生き様だよな人生って。うん、そうだね。ゆうちも役者やれば役者。うん、そうだね。もうそうだよ、役者目指せよ、ユージ。え？俺見えたわ、今バッて世界が広がった。ユージ、お前は役者だ。やだよ。なんだよ、今やるって言っただろ。言ってない。それにできるわけないだろ、俺に。バカだな、お前は。できるからやるんじゃないだろ、できないからやるんだろ。意味わかんないよ。なんでそんなことを。お前は今普通じゃない。わかるよ。まるで糸が切れたタコみたいにぼんやり虚空を見つめてるんだ。わかるよ。お前は今過ぎゆく者たちをゾッとする思いで見つめてるんだ。まるで死んだ誰かを懐かしんで墓場をさまよう道化のように。だがここはもうおしまいだぞジョー。お前はいつだって言ってるんだ、さよならを。いつだって、どんな時だって。なぜならそれが人生だから。
長い長いさよならなんだ。そうしていつか最後のさよならへたどり着く。それは自分自身へのさよならだ。出てってくれよ。一人にしてくれよ。分かった。だがな、ジョー。はいはいはい、はい、止めます。もう少しかけますか。こっち向いてる時間を減らしてシルバーに。これは二人の関係性だから、それで行きたいと思えばいいと思うし、あのジョーがね、うん、危っ。いやあは、何してんの。イエーイ。なんか臭くない。本当だ、くさ、めっちゃ臭くなってきた。何これ。多分生ガキ。うちじゃねえぞ。うちはむしろ干しすぎてパリパリだから。え、じゃあ何だろう、この匂い。いや、俺だわ。お前ら、不意にいじんな、俺を。このくだり、何回やって面白い。いや、もういいわ。どうすんの。何が。東京行くんだろ。まだその話、急だよ、お前。急じゃねえよ、行けよ、お前。ナタリー・ポートマンだった俺を呼べ。どっちかっていうの。俺に決まってんだら。いや、俺じゃん、3対2だろ。俺さ、思うんだけどさ、セリエ A とかさ、リーガ、リーガなんとかとかさ、全然名前違うわけじゃん、ややこしいじゃん。だからもういっそのこと日本だったらセリエ J とかさ、セリエ統一でよくない。いや、ダメだろ、全然よくない。え、なんで。いいよな、木村。ブンデス J はあれやな。なしだろ。今日も親父帰ってこないの。知らん、多分。そっか。なんかあれやったら、カップ麺まだあんの。あるけど、ただ俺の命よ、カップ麺は。食いたい。お久しぶりスペシャル作ってやるよ。どけどけどけ、お前まだやんねん。あれ、なんか穴開いてね、ここ。え、床ないよ。は、お前うっせえ、そこだから、それかぶせとけって。触んなよ、バカよ、お前。床ないよ、やば。ここ穴開いてんだよ。開かんけど。そんなことある。友達いるのか。ああ、いいかもね、取りに来たんだよね。うん、よろしくお願いします。刺身さ、買ってきたからさ、みんなで食うよ。うん、はい。おう、あ、ちょっと待って、ごめんね。あ、取れちゃった。ごめん。なんもないよ。はい。みたいな貴重品。重要物だもんな。よし。あつ。じゃあ、はい。です。
次はいつ帰ってくるの？ああ、まあ仕事が落ち着いたら帰ってくるさ。そう。焦った、帰ってくんじゃんか。いや俺の方が焦った。女でも連れてきたのかと思った。そんなことはあるねえよ、あの見た目だぞ。笑えよ、ジョークだ。タイミング低くない？ 3、2、1、3、2、1、3、3、2、1、いや1ないじゃん、1ないじゃん、1ないじゃん。はいはい、来るよ。意味が分からん。1 終わった、お前終わった、こっちだ。もう一回もう一回打つ気ないじゃん。はい、あるから、はい、お前は来るよ。3おい、どうやったホームラン打てるか教えてくれ。おめえには一生無理だって。バカ野郎、俺はもっとニラサキヤンチャーズの一員だぜ。何それ。小学生の時入ってた野球チーム知らねえのか。知るわけねえだろ。終わっちゃった。もう今日無理だよ、帰ろう。お腹すいた。すんの、すんだ。うん、バッセンって何か分かる？うん、バッティングセンター。うん、バッセン行った。うん、知ってる？うん、学校はだから普通。うん、一番つまらんね。おーおー、始まってるじゃん。ボム。これ面白いな。うん、どうしたんだよこれ。木村に古いやつもらった。
ボン。帰ってきたなら起こしてよ。いやだって寝てるからさ、お前が。お、お、これ快適だね。それ二人プレイできるからさ、勝負する？うん、もう行くからさ、一回だけな。じゃあ本気じゃん。絶対負けないですよ。まだ早い。これどれ？これ。へいへいへい、知ってんの？うん。もう一回言ってみろこの野郎。だから俺が女だったらお前みたいにすぐチンコ出す男とは付き合わねえって言ったんだ。お前本当に2回言ったな。だから立て立て立て。勝負してやる。本当にやんの？どうせ俺勝つじゃん。あのな、お前が美術部でずっと絵描いてた時、俺はずっとバスケしてたんだぞ。俺はお前がバスケしてた時ずっと絵の具いじってたよ。だからそれ俺今言ったじゃん。おい、ユージ、木村、木村、ユージ、お前らが目撃者だぞ。本当にやんの？行けるぞ。あ？軽く超えてやるよ。ずるいだろ、ずるいだろ。お前、お前、本当にお前出るわけないじゃん。お前は勝つんだよ。負けたじゃん。このボールには二度伝わらねえ。やらないんじゃないの？知るか。髪描いたか、進路の。まだ。佐々木は？ユージ、俺にそんな話すんな。お前女。これやる。読んだことある？100回読め。血となり肉となる。
父さんは帰ってきてる。ユージ。ん？お前やっぱおもんな。そっか。ユージさ、この学校で誰が一番可愛いと思う？なんで？いや、いいから、誰？一ノ瀬あかりじゃない？やっぱそうだよな。何？俺、恋してしまってるわ。え、一ノ瀬に？うん。手前が？無理でしょ。なんていうかこう、夜眠れないくらい。いや、めっちゃ好き。佐々木には絶対言うなよ。あいつに言ったら一瞬でもあるから。うん、そうだね。案外佐々木が一番口固いよ。え？ちゃんと取れ。うるせえ、お前のパスは二度取ってやらねえ。また出しちゃってるの？何が楽しいんだよ。佐々木パンツ上げ、こっち来いお前。いけるぞパンツ、どうしたパンツは。いけるぞ。だって去年も今日じゃなかった。このおみくじ今日しか入ってねえだろ。いや俺大吉だし、ユージ吉だよな。うん、せえや。佐々木も引いたら絶対今日だぞ。やんねえ。なんで金払ってゴミもらうんだよ。ゴミじゃないぞ、未来だよ未来。だからその今日もただの未来。佐々木、下げんなよ、おい、お前。
俺の大吉。あれ。佐々木、触んな！ごめん、今日は帰るわ。あなたたちにもなんか適当に言っといて。やってこうし。あとで。あとになっちめえば意味ねえじゃんけ。今洗ってこうし。あとで。なんでも後回しにやっとると。ろくなもんにゃならんよ。なれないでしょ。今やれ今やれ言うけどさ、ばあちゃんだって洗濯物もずっと放置するじゃん。あれ生乾きで臭いからやめてほしいんだけど。そうだね。ごめん、やっぱいいや。17ページレッスン3番、一ノ瀬君読んで。ワンサマーアフタヌーン、トミー・ピーターズ、マイベストフレンド、ヒズドッグ、ラジャー、アンド・アイ・ワー・ジャス・シッティング・バイ・ザ・ポン、トライング・トゥ・ディサイド、ワット・トゥ・ドゥ・ウィズ・ザ・レスト・オブ・ザ・デイ。ウィーハー・ディスカスト・フィッシング、スイミング、ゴイング・イントゥ・ルック・アト・オール・ザ・シングス、ウィー・クデント・アフォード。バット・ウィーバー・プリティ・ハッピー、ジャスト・シット・バイ・ザ・エッジ・オブ・ザ・ポンド、アイドリング・アウェイ・ア・フューアワーズ。オーケー、グッド。あいつが学校休むの初めてじゃね。あいつらは
帰った。そう。なんか事件あった？ゾウの赤ちゃんが生まれたらしい。大人のゾウってどうやって話すか知ってる？知らない。低周波の人の耳には聞こえない音で会話するらしい。ずっと帰ってないの父さん。うん。警察は？飯でも食いに行く？行かない。最近カップ焼きそばにハマってんだよ。あれ美味しいよな。クソうめえよ。ユージ、やりたいことやれよ。お前大丈夫だから。堂々としてろ。触れないじゃない？あ、くれないね。行く？木村。はい。佐々木。笹山。はい。佐藤。はい。杉浦。はい。高橋。はい。高田。はい。高野。はい。最近佐々木が学校に来てないのは
みんなも気づいてると思うんだけど、昨日佐々木のお父さんが亡くなりました。佐々木は当分学校には来れないと思う。石井、あれだ木村は後で職員室に来てほしい。先生もお前らに聞いておきたいこともあるから、休み時間でも3人。お前そんな暗い顔すんなよ。おはよう。グッモーニング。グッモーニング。グッモーニング。おはよう。来い。来い。気持ちよ、みんな。なんで。グッモーニング。座れ。あ、いいから座れ。クラスに何かあるか。クラスに。いいから。少し話そう。なんで。いいから。来いよ。へい。食堂行こう。食堂行く？うん。次なんだっけ？英語。英語か。ダーリー。今日何食おうかな。パンじゃない？やっぱり。お前です。佐々木君やるよ。佐々木なんで？やれよ、やれや！できない。なんで？親父死んだから。だってさ、お前らさ、いつもやってんじゃん。俺のこと脱がせて楽しんでたじゃん。無理すんなよ。はぁ、あ、お前、やばいな、お前。無理、俺がしてる頭湧いてんじゃねえの。あんな、そうか、一人死んだ。もういいよ。お前らしょうもねえや。
どうだい調子は。いやーもうからっくし。あなたの私のポケットにいっぱいの夢。どこも同じか。そんなもんだよ。ところで今何時だ。4時10分。へえ、ラジオ頼む、野球が終わっちまう。ラジオはダメだ、うんざりだもん。け、なんだよ兄ちゃん。どうでもいいだろう、ソロ。とっととやるぞ。さ、外に出よう。こんなところにいたんじゃ気がめいっちまう。荷物を見てないと。行こう、ビールでも飲もう。街に一杯10セントの店ができたんだよ。シルバー、待ってくれ。なんだよ。あの上で俺は生まれたんだ。おいおい、よく見ろよ。今はもうただの普通のベッドだ。あの上で俺は生まれた。親父はこの上で死んだ。あっという間だったんだろ。普通ガンであればもっと長引き、もっと苦しむはずだ。自殺だったんだ。あの朝、朝起きたらこの部屋で、俺は全部見たんだ。あの人が怖かったのは体の痛みじゃない、医者と病院の支払いだ。俺たちに保険だけは残そうとして。すいません、一回休憩しようか。おい、うい、ずいぶん力入ってんね。すいません。いや、いい意味でね。はい、シルバーをユージ君にやらせたいって言った須藤君の気持ちが分かる気がするな。シルバーと同じように、もし友達がどんどん底の方に落ちてったら、僕はあんな風に接することできないと思います。ありがたいんですけど、言ってもらえるほど器用じゃないです。不器用でできなくて何がダメなの。はい。人は、一人でいる時だけが寂しいんじゃなくてさ、誰かと一緒にいる時でもちゃんと孤独を感じる生き物だよ。落ちてく友達を救い上げるのはもちろん簡単じゃないけど、ユージ君はそれを知ってる人間だって僕は思うな。はい。表に立ったら自分で輝け。佐々木？ユージ。どうしたの急に。お前はどこおんの。今？今？地元だけど。元気？元気ってなんだ。お前いつも急だな。
何年ぶりだっけ。みんな細けえこと知らん。卒業してからだから多分5年かな。え、多分5年ぶりとか。それいいね。あ、これいいね。よいしょ。ずっとこっちいんの？え？ずっと地元？やめろ、外行こう。先月まで沖縄に住んでたんだけどさ。沖縄？うん。でも高校の頃だったが、お相撲さんが死んで死亡した事件あったろ。うん。あの話を沖縄で知り合った後輩とバーでしてたんだけどさ、そしたらそいつが、佐々木さん根性ないんですからそんな話しないでくださいよって言うわけよ。それも1時間もずっと言うわけよ。さすがにさ、俺もムカついてさ、ビール瓶でそいつの頭かち割ってさ。え？前科持ちになったってこと？いや、30万払ってきた。でもその後さ、道でたまたまばったりそいつに会ったらさ、佐々木さん俺に何か言うことないですかっていうわけよ。すごくない？金もらっといて謝ってほしいなら謝ってやるよ。ごめん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 ってずっと言ってたらそいつ逃げてった。引かれてんな。お前は東京住んでんだろ。うん。とはいえ、上手くなった。うん。待って、なんだよ。続けろよ、お前は。佐々木は仕事何してんの？これ俺一応パチプロ。すごいね。え、そんな稼げんの？まあ平均したら月30万くらいはある。そんなに？すごいね。でもさ、難しいのが勝ち方っていうか、理論的に打ち続ければ負けることはないみたいな、やっぱ必勝法みたいなのがあるんだよ。でもそれ今ネットに全部書いてあるからさ、平日の昼間にサラリーマンがスマホ片手にうよいよ来るんだよ。だから今の俺の一番の敵はサラリーマン。何それ。タカいんの今日？いないっしょ。え、タカのチャリあるよ。チャリ見てない。そう。あ、ユージで、シンペイ。どうも。こんにちは。ちょっと喋ってて。おはよう。おはよう。調子だ。余裕。転がし、ここに入れよう。ユージ君って、あれですか、俳優のユージ君ですか？え、何で知ってるんですか？いや、佐々木が俺の友達の俳優は今に売れるぞってずっと自慢してくるんですよ。あ、もしかしてタメっすか？22です。あ、じゃあ俺の1個上だね。あ、そうっすね。うん。昔からだった。できるかい。変わってないよ。いや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 。あざっす。決めてこいよ。ああ、ゆうじくんまた頑張って。はい。何貸したの？あ、なんで？
あいつ今日好きな子の誕生日なんだって。へえ、いいやつだよな。佐々木、彼女できた？できるわけないだろ。高卒フリーター自称パチプロだぞ俺。誰がそんな奴のこと好きになるよ。確かに、ならない。でもさ、なんかこう朝さ、パチ屋の開店前の列に汚いおっさんらと並んでるとさ、いやその人だと今日どの辺行くんすかみたいな話して、面白いのは面白いんだけど、あ俺もこんな感じのおっさんになるんだろうなって思ったら死にたくなる。働けばいいじゃん。無理。普通に働いたって絶対面白くないし、まともに働くことなんて俺には無理。でも彼女欲しいな。1171円です。年齢確認お願いします。はい、未成年に見えます？一応確認なので。ありがとうございます。あ、お誕生日。あ、いや、あ、でほら今日はい、さんで27歳、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ2000円お預かりします。気づいた？似合う？はい、いい感じだ。ありがとう。近くない？近い？結構飲んでるでしょ。金曜だからね、いい感じに飲みましたよ。
もしもし。もしもし。佐々木？夜分にすみません。ユージさんの携帯でお間違いないでしょうか？あ、はい。どなたですか？私、ナエムラと言います。本当に夜中ですね。すいません。何ですか、この番号。はい。高校時代、佐々木くんと仲良かったと思うのですが。はい。佐々木？はい。佐々木がどうしたんですか？それで佐々木くんが待ってるんです。え、はい、待ってるって。佐々木くんが皆さんを待ってるんです。だから会いに来てください。取られたんだ。お前言ってねえだろそれ。お前お前が可愛いってとかちょっとあげてみよう。ふざけんなよマジで。おいでかいだけ。でかいだけ。並べ。マジででかいだけ。でかい。全然でめっちゃでかいじゃない。めっちゃでかいじゃん。めっちゃでかい。マジでやばい。やだこいつマジ俺の目の前で揉んでるからね。やばい。やばいじゃん。並べ。
な何時だと思う？お前が座ろうと思っていたいい台は今頃おっさんたちが陣取ってるだろうよ。知らない女の人にいきなり声かけるのはやっぱりナンパになっちゃうのかな。そりゃ完全なるナンパだよ。ナンパかクソだ。何ナンパすんの？やっぱそうだよな。え、可愛い子いたの？ぷかぷかだったんだよな。は？何？本当の本当の本当に今一緒にカラオケをしたい時はどうしたらいい？やっぱ声かけるしかないんじゃない？よし。は？行ってくる。どこに？え？行ってくる。ちょ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 、どこ行くの？ちょっと、どこ行くの？マジ？行ってくる。え？あの、すいません。ノックって聞こえてますか？え？はい、聞こえてますけど、何ですか？あ、ごめんなさい。そこの通路歩いてて、あなたが好きな、僕の好きな歌をばっかりを、その歌を歌ってたから、ギュッとで、一緒に歌を歌えたらすごく楽しいだろうなって思って、それでこれ、これはナンパとかではなくて一緒にカラオケしませんかっていう、あの、歌の誘いなんですけど。え、ナンパですよね？ナンパですか？いや、私に聞かないで。はい、あ、佐々木です。苗村です。歌ってもいいですか？はい。ちょっと入れます。ここで歌ってもいいですか？あ、大丈夫です。佐々木くん。はい、佐々木です。めっちゃ眠い。いや、眠くないだろ。眠い。眠くないだろ。眠いよ。眠くないだろ。眠いよ。一番眠くないだろ、今が一番。どういうこと？今が一番眠くないだろ。一番眠いんだよ。
じゃあまた。ちょお前連絡先交換した？さあお前バカか。それすると本当にナンプになっちゃうだろ。だからまた会えたらのまただよ。じゃ意味が分かんないんだけど。意味とかないから。は？そういう事件じゃないから。こういうって違う、しろとかしないから。そういう、そういうのじゃあ、またまた。ユージ、久しぶり。うん、どう？来ていただいてありがとうございます。お電話しました、内村と申します。いえ、石井です。ユージさん。普通じゃないってことは分かってるんですけど、佐々木君の顔を見た時に亡くなってるってことはすぐに分かって、もちろん救急車とか警察とか頭によぎったんですけど。苗村さんもやっぱり変ですよ。そうかもしれないです。ユージさん、多田さん、木村さんの話は聞いてもないのによく聞かされました。佐々木とは友達ですかね。
きな。佐々木、がんが見つかってもう間に合わなくて、でもそしたら佐々木くん、むしろ好都合だ、鮮やかにぽっくり死ぬまでだ、こんなに散らかってるのに気にせず私を家に呼ぶんですよ。気持ちよかったよ。入らないの？
対やっちゃダメなことしちゃった。絶対俺とすんのは絶対やっちゃダメなことなの。別に昨日があったから何かが変わるとか思ってないよ。ただ、いや、分かってたから。ユージの気持ちはなんとなく分かってたから、だから出て行こうって思ってたし、でもだからあれは私が間違った、ごめん。謝られるのが一番きついよ。もう少し遅かったら俺ら帰ってたぞ。あり、まあいいけど、ちょうどファミレス出るとこだったし。俺の電話も全然出ないと思ったら、ここまで来て喧嘩するか普通。何してんね。まあいいけど、あいつの葬儀明日だってよ。佐々木の葬式明日全部やっちゃうんだとよ。なんかこう全部が一気に来るからさ、いろいろついていくので必死だよな。一応親戚はいたみたいなんだけど、だから早く済ましちゃいましょうみたいなことなんじゃねえかな多分。そっか。寝たふりしてるみたいに動かなかったな。そうだな。俺たちがさ、俺たちが脱がしてたのかな。だったらさ、だったらもしあの時佐々木コールしてたら。ユージ、佐々木、あのまんまいい顔してたな。誰も何も悪くないんだよ。おい、you
ユージ朝だぞ、起きろおはよう。おはよう。朝飯食うか。うん、もうできからあっち来い。うん、これ着ていいから。ありがとう。あ、私の二人のまま止まってたから。そうだね。あっちあっちこあ、そっか。1ヶ月だよ。抱いてみるか。いや俺抱いたことないから。いやちょっと抱き方わかんない。と伝えなきゃ俺。ごめん。君ら一ノ瀬本当ありがとう。
こと待ってたの？木村の家。ユージやっぱそういうカチッとしたのかあんま似合わないね。俺も出ようと思う。あの換気扇の下で一緒にタバコ吸ったり、俺が作った変な形のテーブルで焼肉ソース入れのカレー食ったり、俺の中で忘れたくない思い出ばっかで、家を出るとそういうのも忘れていくってことが分かってるから、それが怖かった。本当は私のわがまま、え、ユージの気持ち分かりながら引っ越しの日ずらしてまでここに来て、自分が正しいみたいな顔して嘘ついたこともたくさんあった。嘘？仕事で遅くなるって言って男の人と飲んでたこともあるし、一人になりたいとか言ったけど、今ちょっとだけいいなって思ってる人もいる。忘れること怖がってたのは、うまく前に進めてなかったのは私の方。昨日は？どんな世界だった？忘れた。なんだよそれ。本当に長い間ありがとう。こちらこそありがとう。行って、友達の顔忘れないようにしっかり目に焼き付けといて。過ぎていく者たちをゾッとする思いで見つめてるんだ。まるで死んだ誰かを懐かしんで墓場をさまよう道化のように。でもここはおしまいだぞジョー。もうどうしようもないんだよ。いつかこれを物語にすればいい。空室のエレジーだ。でも行こうや、そして飲もうや。世界はえらいスピードで進んでるんだ。ついていかなきゃ。でもさよならも言えないほど早くはないよ。さよなら、そんな言葉俺にはないで。あの方が早くさ、ごまかすなよ。お前はいつだって言ってるんだよ。さよならをいつだって、どんな時だって。